なんか行きつけのお店とかってありますか？はい、あります。あの下町なので、結構もんじゃ屋さんとあもんじゃ屋さんです。とか、そういうなんか下町ならではのお店が多いので、そういうところによく行ってました。なんかおすすめのもんじゃ屋さんってありますか？はい、あのまんぷくさんというお名前のあのお店があるんですけども、そこのもんじゃが大好きですね。満腹さんに行ったら絶対に。 頼んで欲しいメニューってありますか結構あの下町のもんじゃでオーソドックスなメニューではあるんですけどあの明太子切りイカもんじゃっていうのがあるのでそれをちょっと是非頼んでほしいですね。